般にこの選手が見れるってことはもうとにかくすごいことです。なるほど、はい、非常にクレイジーというふうに、もうブラジルの四天王の一人ですから、このグレッシュジュースですね、この選手の試合が見れるってことは本当に幸せなことですね。まあ、カウソン・グレイシー充実の部屋頭みたいな部分、ね、まあそうですね、ファイナル、これは充実の選手はここからが違うわけです、あのバランスを見てください、このバランスが強いということですね。ルタ・リブレン選手と違うところはこのバランスが優れているということですね、お分かりになるでしょうか、このバランスの違いということですね、ピタッとくっつくという形ですね。もうこれはジャパニの選手も一応充実、オーストラリアで充実を学んでいるということですけども、ね、そうですか、まあまあ、充実、バリトゥイズマイルとやるというのは名誉なことなんでしょうね。そうですね、まあ、大金星になっているんでしょうけどね、あの入り方もね、にくいですね、これをきついですね、この状況は一気に。キャルパナス選手もね、いい返し方はしたような気がしますけども、やっぱり1枚も2枚も3枚も上野選手が上ですね。上野選手はあのリングの下では陽気な選手なんですけども、リングに上がると俺はさっきがこういうメラメラと盛り上がってくると、それは戦いのハートを持った選手でしょうね。ああいう細かいパンチから入ります。ここから殴りに、ね、いきなり、ま、いきませんよね、細かいパンチから入ってきます、はい、まあ、いきなり行って自らの危険を犯すようなことをする必要もないということですね。返される必要もないということですね。イズマユのですね、あの右の角度を見てください、パンチの、パンチの角度を見てください、はい、大きくなって効かしていきながら上に、上に行った場合は一方的ですね、いい外し方でしたけどね。キャパニオス選手はどうしたらいいでしょうかね、これ、それは上に出るしかないですね、ただですね、体をサイドに開いたいろいろな方法があるわけですが、いつまでも、これはもう、これはもう終わりですね。そうでしたね。